姉さんが望んだ通りに直してある。これでカイラル濃度は調整されるはず。え、その間それただおかしなことが直してるか。お姉さんそこに置いといたの。書き換える前に昔のコードを見直してみたの。うん、私の記憶違いでなければコードの一部に改変の痕跡を見つけた。誰かがコードを書き換えたと。確かなことはわからないけど、私の納品した最終バージョンではないわ。でもそのおかげで意地っ張りの姉さんともまたつながれたから。書き換えたのは姉さんだと思う。どう書き換えてたの？あの時姉さんは瓦礫の下でお腹の胎児と一緒に死んでいたのね。自分の母はとっくに死者の世界に行って、死んだ娘を介してこの世の母につながっていただけ。姉さんは知っていたはずだわ。バイタルデータを記録する手錠端末を外していたもの。自分の作ったお気に入りの手錠なのに、私たちの娘を守ろうとしてくれていたんだわ。ん？すでに死んでたけど、なんかその怨念で生きてたってこと？どういうことなんだ？ちゃんとマンマンも浮いてたのに。おー、なんかいつもと違う。マニューバユニット。おお、マニューバって、あのね、戦闘機の、マニューバ攻撃、ドッグファイトの時の。はい。姉さん、聞こえる私。またつながった。一つになった。お腹の中に戻ったみたい。懐かしい。モリンゲンロックね。あ、左右の目の色が違う。ヘテロクロミア。それからロックね、君のおかげでカイラル通信もやっと安定してくれるだろう。共にこの先へ繋いでいくことができる。そうだサム、君に一つ報告がある。あ、はい。君が巻き込まれたあの戦場だが、ログを解析した。音声だけの分析だからそれが全てだとは言えないが、うん、使われていた言語、交わされていた人名や用語、兵器や銃声を照合した結果、君が遭遇したのは100年以上前の戦場だという結論が出た。うん、まあ、そうだろうな。第一次世界大戦の戦場だ。うん、君の夢でも妄想にとらわれていたのでもない。君は別の空間に連れ去られていた可能性がある。時間のずれを考えるとビーチだとも考えられるが、そう断言することはできない。ビーチに戦場があるなんて一度も聞いたことがない。それにビーチは個人の意識に従属しているはずだ。ハートマンなら合理的な解釈をしてくれるかもしれん。ビーチの専門家だからな。だが彼のもとにはまだカイラル通信がつながってない。とにかく今は休んでくれ。これから先の話はその後にしようじゃないか。せやな。
BP を見る？なんかびっくりマークがついてる。なんだ？あー、切れてる。あ、こいつのことか。急にすまん。フラジャイルに飛ばしてもらった。念願のビーチを通ってね。と言っても彼女のビーチだが。分かってる。ビーチ見学がしたかったわけじゃない。実は BB に重大な問題が発生している。デッドマン。前にも話したと思うが、 BB はこのインキュベーターを通じて本部にあるスティルマザーとカイラル通信を介してつながっている。ブリッジベイビーはその名の通り、この世とあの世の架け橋だ。我々がいるこの世界でも、BT たちのいる死の世界でもなく、その狭間、生と死の均衡点にいる。そのどちらに偏ってもいけないんだ。ところが BB28 はここしばらくみるみる生の世界に近づきつつある、うん、つまりあんたにだ。俺たちはうまくやってる。俺たち？サム、 BB はあくまでもただの装備だ。ブリッジだがベイビーじゃない。 BB に何が起きてるんだ？兵器である BB が生物のように成長を始めてるんだ。体重も増えて脳波も活発になってきた。記憶も蓄積している。 BB28 はベイビーとして自我が芽生えつつあるんだ。それが問題になるのか？BB は装備だ。人為的に作られたものだ。このポッドの中でしか活動ができない。ここから出せば 70% の確率で二度と活動しなくなる。 30% はどうなる？このままでは数日中に動かなくなるだろう。動かなくなる？そうだ。ポッドの中で機能を停止、装備としては使えなくなる。どうすればいい？リセットする。しばらく俺に預けてくれ。あんたと BB をつなぐ再帯を切断し、 BB をあの世とつなぐ再手術をする。縄を引っ張るように再び死の世界に引き寄せ、 BB が装備であるための生と死のバランスを元に戻すんだ。あんたはしばらく BB なしで行動することになるが。じゃあこいつはどうなるんだ？そうだな、うまくいっても記憶をなくす可能性がある。記憶をなくす？俺を忘れるのか？大丈夫だ、 BB の性能には影響しない。俺に任せてくれ。ほらほら、大丈夫、ゲームと同じだよ。またリセットしてやり直すだけだ。ああ、え？だから子供は嫌いなんだ。おしっこしたの？サム、どういうこと？ビーチを通ってきたからひどく汚れたし、 BB の排泄物でまたひどく汚れてしまった。あ、シャワー借りるってこと？太いなぁ。何やってんのあの人。シャワーを使うって使えないじゃん。一緒に入るってこと？え？お先にどうぞってこと？
あ。ここなら誰にも聞かれない。俺とあんただ。音声ログに残ることもない。画像から唇も読まれたくはない。もっと近づいて。ああ、何？ダイハードマンに聞かれるとまずい。あ、いいか。俺が調べている BB 初期実験の話だ。BB の実験がボイドアウトを引き起こし、当時の大統領が死亡、アメリカ政府は中止を発表した。資料は破棄され、BB 技術は封印された。しかし実験はその後も裏で続いていたんだよ。指揮していたのはストランド大統領だ。ブリジットが。あ。BB は DS を解明する唯一の架け橋だったんだ。いろいろな利用法が検討されていた。 BT のセンサーとしてだけではなく、カイラル通信への転用やビーチへの移動手段としての応用研究だ。どれも実用化には至らなかったんだろう。その BB 技術をなぜか今はテロリストが使っている。そのことをダイハードマンは彼に話していいかどうか。彼がいつから大統領の元にいたのか、そもそも本名も顔さえもわからない。近い付き合いが長いんだろう。あのマスクは前からつけていた。顔に火傷をしたとかで。そうか、そう。本部に蓄積されたデータには最高度の閲覧制限がついている。ダイハードマン以上のクリアランス権限がないと閲覧できない。しかしカイラル通信をつないでいけば、各地に散らばり断片化している民間のデータを統合することができる。それらが関連付けられれば何か分かってくるはずだ。気をつけろよサム。いいな。いやサム、あんたには驚かされたよ。わまあこれで洗濯の手間も省けたかな。BB を直してくれよな。いや、直すのはあんただよ。あんたにも手伝ってもらわないと。具体的な内容は上の配送端末を見てくれ。準備ができたらな。カイラル濃度を上げよ。BB なくなっちゃった。はい。じゃあ、ちょっと、なんか、きれいめがいいので、ちょっと早いですが、今日はここまでにします。お疲れ様でした。あ、どうも。2月1日、今日のデスストランディング。なんか、この辺一帯のカイラル濃度を、濃くせよみたいな感じでしたけど。ああ、ちょっとメール読みますか。ベンジャミン・ハンコック。BB は自己中毒になってないか。サム、BB は大丈夫か。派手に転んで BB を泣かせたり、それを面倒なもの放置してないよな。静かになったとあんたが思っても自己中毒になってるかもしれないよぞ。ああ、心配だ。俺と一緒の時も雑食地帯に入ったり、プライベートルームのインキュベーターでの回復が遅くなったりして自己中毒にさせてしまった。ポットの中でぐったりして動いてくれない。そうなれば BT を感知できなくなる。配達人にとってとっても、配達人にとって危険な状態になる。でもそれ以上 BB が心配でならない。あまり大きい声では言えないが、俺は BB を装備だとは思えない。だって大事にしていたら いろんなリアクションしてくれるようになったんだ。本当の赤ん坊みたいにね。ああ、お願いだよ。サムは BB を自家中毒のままほったらかしにしないでくれ。まあ、いないんだよね。リセットかけられるって言ってましたね。アーロンヒル。ママは自分のことを打天使だと。このマウンテンドットシティも UCA に加盟できた。すべて誤解だったとロックネたちが話してくれた。爆弾のおかげでタールを消すこともできた。ところで、ママが左肩につけていたオドラデックは、彼女の食材の印だったそうだ。印でいいのか。
多分印、兆しではないですね。印でいいんですよね。はい、テロの生徒はいえ、ママは子供を奪い、ロックネを裏切ったことになる。だから彼女は自分を天井から落ちた打天使になぞらえたんだ。ロックネと共に楽園で暮らす資格はないと。ハエの王、ベルゼバブに従って天から落ち、古代エジプトでモーゼの、出エジプトって読むんだっけ、これ。だな、はい。を邪魔した、片翼の打天使、アベゼティポウ。あ、知らねえ、それ。アベゼティポウ。ママは改造したオドラデグを片翼に見立てて、死んだ赤ちゃんをやらしていたそうだ。それどころかママもすでに死んでいたなんて。でも今は誤解も解けて、二人はまた一つになれた。その手助けをしたのはサム、あんただ。ママと赤ちゃんの再会かな、これ。を切って、あるべき世界に返してあげたんだ。赤ちゃんも安らかに召されたはずだよ。おかげでママとロックネもつながりを見せた。ママはもう打天使じゃない。ママはロックネと共に生きている。なんか再対決っていうのがなんか一時期、なんかなんだろう、CM かなんかでも入ってたよね。うん、なんかその再対決からそのね、ちょっとすごい治療困難な病気を救うための何か、ね、ものが作れる可能性を秘めているみたいな、幹細胞的なものがたくさん入ってるとかね、なんかそういう話ありましたよね。B 級の再対切断。B 級の近くで再対を切断する。まあ、いわゆるバックスタブ的なことになるのかな、これ。マニューバーユニット。バックパック装着時、バッテリー消費と引き換えに、よろけった時の踏ん張り性能を向上し、転倒時の被害を減らす。おー。あ、マニューバーってなんかこう、カウンター的なことだっけ？なんかエースコンバットのさ、なんかあったじゃん。ホライゾンだっけ？アサルトホライゾンだな。あれでなんかマニューバーって言葉を。テロリストはブリッジズを侵略者と呼んだ。ダイハードマン。第一次遠征隊は無事に出発した。先発隊、後発隊ともに予定通りに西に向かっているようだ。今のところは、テロリストたちの妨害にも合っていない。だが西に近づくほど危険は増してくるはずだ。穏健派、過激派を問わず、西側はアメリカからの分離独立を主張する連中の勢力が強いからな。以前は主義や思想の違いで対立していた。しかしカイラ両戦の影響で、ホモ・ディメンスとなった過激派や、ホモ・ゲシュタルトと化したミュールが混然となって暴力に訴える集団も現れるようになった。それがテロリストと呼ばれる連中だ。思想や言葉での争いが武器を使った争いになった。だから彼らは我々の遠征計画を知ると我々こそが暴力によって自由と独立を脅かす侵略者だと決めつけた。しかしアメリたちは武器ではなくもう一度言葉によって彼らを説得するために旅立ったんだよ。我々がノットシティと呼んでいる各地の都市が話に応じてくれればアメリカは蘇る。我々は決して侵略者などではないのだ。なあ、そうだろう。それはどうかな。ホモゲシュタルト。ゲシュタルト崩壊。BT と追消滅について。今から話すことは数少ない目撃情報や多くの推測に基づいている。すべてが正しいとは言えないが、役に立つこともあるだろう。その上で聞いてほしい。座礁地帯で BT に捕獲される場合には、いくつかの段階があると考えられている。まず、手形が人を探してさまよう。それに察知されると BT に捕まる。それから巨大な BT に引き込まれる。だが、ただ接触しただけでは、追消滅、ボイドアウトしない。体内に取り込まれると追消滅が起きるんだ。これは BT の体内にしか反物質が存在していないからだと考えられる。確かめる方法もないが、そう考えるしかないんだ。カイラル通信が全て繋がって過去のデータが復活すれば、もう少し詳しいこともわかるかもしれないが。おっと、違うんだ。今日はここまで。はい。ロックネとモリンゲン。私たちの夢は、いつかあの雲の向こう側の世界まで行くことだった。なんか、そんな映画のタイトルあったよな。ね。カイラル雲で、閉じ込められていたこの世界しか私たちは知らなかった。でも以前はもっと広い世界が広がっていたことを父と母が教えてくれた。二人は NASA の研究者だったの。昔アメリカにあった宇宙開発の組織のことよ。デスストランディングのせいで研究成果も記録も NASA そのものも宇宙への夢も消えてしまった。だけど両親は私たちに科学者としての知識と夢を教えてくれた。姉さんはモリンゲン。私はロックネ。この名前は4億5800年前に地球に同時に落ちてきた二つの隕石でできたクレーターにちなんでいる。そうなんだ。クレーターの名前だったんだ。遠い宇宙と地球が繋がっていたことの証でもある。いつかこの世界が再び宇宙と繋がるように両親がつけてくれた名前なの。だからどっちも人の名前っぽくないじゃないですよね。しかもなんか女の子の名前って感じではない気が勝手にしてたけど。だから私と姉さんはいつかあの空の向こうに私たちがやってきた宇宙と繋がろうって誓い合っていた。二人揃ってブリッジズに入ったのもそのためなの。ロックネとモリンゲン。はい。じゃあ、バックパックこれちょっとなんかどうにか、もうちょっと、なんかもっと取り付けられるものってあるの？ああ、マニューバーユニットね。マニューバーユニット。姿勢の安定感が向上する。
バランスを崩して踏ん張るときには姿勢制御バーニアが噴射し、より早くバランスを回復させる。転倒時の衝撃も和らげ、君や荷物のダメージを軽減してくれるはずだ。バッテリーが消費されるって、その電気の力でその水力を得るって、どういうあれなんだろうかね。燃料はいらないんだ。わあ、なるほど。これはこうはつけれないよね。え、なんか、どうしたらいいんだこれ。取り外す、マニューバー。わあ、もうこれついちまったらもうどうにもなんねえってこと？どこにもつきようねえのか。もう、全部覆うってことね。なるほど。まあ、せっかくだから、マニューバー使ってみましょうか。はい。